じゃあ始めます。そういえばなんですけど、まあ、未踏の採択が決まって、あの最初にみんなで ITA のオフィスで顔合わせしたとき、僕なんか各々がどんなことをするかと自己紹介しましたよね。でさて、クリエイターの皆さん、その時僕は何と言ったでしょうか。覚えていますか。答え、世界平和のためにボランティアコンピューティングのフレームワークを作りますと言いました。そしたら会場失笑でした。そういうことです。はい、自己紹介します。滝口健太郎と申します。3月に大学卒業しまして、ミクシーに入社しました。で今は Android アプリの開発とかしています。で好きなものは関数学言語とレディーガガです。でライブもレディーガガのライブに行ったりしてました、はい。でまあ、今回やったことを端的に説明しますと、まあ、この度はブラウザで分散処理を行うフレームワークを作りましたということです。まあ、ブラウザで分散処理とはどういうことかっていうと、まあ、サーバーダスクをクライアントで分散しようっていうことで、まあ、デモなんですけど、まあ、何やろうかなっていう時に、まあ、ある人は言いました。ツイッターで渾身のネタがスルーされたり、何気ないつぶやきを呼びたりしてよく分かんない。で滑った時はすごく恥ずかしいし、まあ、ツイートする前に受けるかどうか予測できればっていうことで、この人はその訓練データを用意して、訓練データから予測モデルを立てて、自分のツイートを予測モデルに彫り込んで判定っていうことをしてたんで、これを R 言語でやってたんで、まあ、この方なんですけど、まあ、許可取って載せさせてもらいました。で、まあ、これをあのフレームワークに載せようかなと思って、まあ、その手法を見たんですけど、ランダムフォレストっていうのを使っていて、まあ、今回そのアルゴリズムはあんまり、まあ、いいんですけど、まあ、とにかくその計算資源を提供してもらう代わりに、その承認欲求を満たすっていうことでちょっとデモを作ってきたんですけど、で、まあ、どういうことをしてるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その並列化できそうなところをクライアントに投げて並列化するっていうことで、まあ、最終的にその学習が終わったら文章を与えて、まあ、滑るか受けるかっていうのを判定しようかなっていうふうにしてました。で、まあ、どうや、まあ、こんな感じで、まあ、助けてくださいって言ったら、まあ、クライアントが入ってきて、ツイッターの方にツイート取りに行って、で学習して、で、まあ、ツイートが最終的に受けるかどうかっていうのを聞いて、まあ、多数決取るみたいな感じです。まあ、こういうふうに作って、まあ、文章投げたら判定して、現在の精度みたいなのを出したいなっていうふうにしてたんですけど、まあ、デモなんですけど、ちょっとトラブルがありまして、先週の金曜日にリポジトリ1回消しちゃってで、急いで実装し直したんですけど、途中までしかできてなくて、で、まあ、それで昨日の朝6時に、まあ、途中までだけど、まあ、ツイート解析できるしいいかなって出したら、あの機械学習ってデータ増えたからって一定精度高くなるもんじゃないし、まあ、完成してないのでやめてくださいって言われて、僕すごい困ったんですけど、で、まあ、その時はあやっぱ無理だったんだ、諦めようって思ったんですけど、昨日の皆さんの熱い発表を見て、いやこれ、いや全然いけるっしょって思って、昨日の0時ぐらいからここから頑張ってここまで何とか書いたんですけど、で実際文で作ったんですよ。で作って文章投げたら全然デタラメな判定が出てきちゃって、まあ、それで多分パラメータとかちゃんといじんないとうまくいかないなっていうのがあるんですけど、まあ、とりあえずそのツイートを解析するってことが できてできるので、ちょっとデモを見せたいと思います。はい、ボランティア精神ちょっと参加していただけますでしょうか。僕の方でやるとなんか重くなるみたいなんですけど、ちょっと動いたら動いたって言ってくれるとちょっと嬉しいんですけど、なんか僕の方にアドレスが見えない。何をしたらいいか分からない。あ、スタートタスクっていうのを押すと、ツイート。押した。あ、動いてますか。で、単体でやったときは8分ぐらいかかったんですけど、多分みんなでやったら、まあ、10人ぐらいで、まあ、数十秒ぐらいで終わるかなっていう感じで、まあでも、文章の判別はまだできてないんで、まあ、それだけなんですけど。
でまあ、ちょっと初期試合で説明すると、まあ、タスクの進捗とか現在接続数とか初期タスク数とか出したりとか D3JS っていうのでグラフ化したりとかその出力とかをしたりしています。で、まあ、例えばこれが何に使えるかっていうと、例えばこのデモの時に他にもテトリス AI の分散 GA やろうかなとか、まあ、あと天気予報とか株価の暗算分析っていうのもできるんじゃないかっていうのを考えて、これ全部受けるの。で、まあ、このタスあのフレームワークに向いていない処理っていう、例えばグラフマイニングとかがあって、その近傍データの取得っていうのはあの通信が頻発するんで処理効率がすごく悪くなります。で、まあ、タスクは独立していて繰り返し実行されているように実行するようなものが見ています。で、まあ、次にフレームワークの使い方と仕組みなんですけど、まあ、フレームワークの使い方はすごく簡単で、まあ、順に説明すると、まあ、クローンして、まあ、プロジェクト生成して、設定ファイル書いて、実行するみたいな感じなんですけど、実際に、やります。で今 GitHub の方からクローンしていきます。で、ここ落としてきたんで、ビームファイルから、マイプロジェクトの名前を付けます。で、でまあ、そのディレクトに移動したら、まず依存モジュールにインストール、あ、そういえばこれ Node.js と NPM が入ってないと思わないんですけど、まあ、そんな感じで依存モジュールをインストールしていきます。で、終わったんでサーバーを立ち上げて、でそうするともうこのページが立ち上がるようになっていて、で、まあ、デフォルトではその素数の判定を行うようなスクリプトがあらかじめ入っています。あ、はい、ってやってみました。で、まあ、タスクがどんなふうに記述されているかっていうと、そのサーバー側の処理とクライアント側の処理が一つのファイルに書かれていて、まあ、最低限メイン関数と、オンリザルト関数が定義されているとできて、まあ、どういうふうにしているかというと、関数を、登録することで、その登録された関数をクライアント側に投げるというふうにしていて、まあ、そこがそのレジスターと書かれているんですけど、その中に書かれている関数と引数が渡されて実行されるという感じになっています。で、まあ、一つのファイルじゃなくて、外部のスクリプトをインポートスクリプトで入れたりとか、そういうこともできます。でまあ、処理の流れを説明すると、まあ、最初にサーバー立ち上げたら、立ち上げるときにタスクのファイルが実行されて、レジスターで関数が登録されて、まあ、登録されるとどうなるかというと、タスクの形式になって、それが ID とファンクションネームと引数と結果と現在状態みたいなのが入っていて、まあ、関数の名前登録されてて、実態は1回圧縮されてから連想配列にセットされるような感じになっています。でまあ、これをアクセスしに来たブラウザに対して配信するみたいな感じ で結果を回収するみたいないうふうになっています。で、まあ、クライアント側を説明すると、タスクをもらってきたら1回ブラウザの UI スレッドの方に処理が行くんで、まあ、そこで必要であればDOM操作や、外部のリソースの取得などを行います。で、まあ、その後行う重い処理っていうのは、その UI スレッドでやると、ブラウザ固まっちゃうんで、別のスレッドを立てて実行しています。で以上フレームワークの話でした。で、まあ、そもそもなぜこんなことをしているのかっていうと、まあ、こんなことっていうのは、まあ、ブラウザをクライアントにしたボランティアコンピューティングのフレームワークっていうことなんですけど、まあ、そもそもちょっとグリッドコンピューティングの話をしますと、その広域のネットワーク上にあるコンピューターを結びつけて、その仮想的で巨大な高性能コンピューターシステムとして利用するっていうので、まあ、グリッドコンピューティングっていうのがあるんですけど、まあ、それでそのグリッドコンピューティングでは、ワールドコミュニティグリッドみたいなのがありまして、でまあ、家庭の PC とかから計算資源を集めて、その人類の発展のために、がん治療のタンパク質解析とか、エイズのより優れた治療法の探索とか、炭素ベースの光発電効率を高める新素材の探索なんていうのが行われています。まあ、こういうクライアントがあったりするんですけど、
で、我々にはまだまだ解決しなければならない問題っていうのはたくさんあるんですけど、まあ、その計算力が足りていると言えるだろうかっていうのが僕の疑問としてありました。で、例えばなんですけど、マラリアなどの、その途上国の低所得者向けの治療薬の開発っていうのは、その1940年代から止まったものになっています。で、なんでかっていうと、その企業は低所得者向けに新薬開発に投資しても、その資金の回収が難しいっていう問題があったりします。で、なので、ボランティアコンピューティングっていうのはすごい必要だなって思っているんですけど、あんまり普及していないっていうのが現状です。で、まあ、そこでどうやってもっと計算資源を集めるんだっていうのを考えていたときに、まあ、どこがハードル高くしてるのかなっていうと、やっぱ会員登録が必要だったりとか、そのボーインクのクライアントの、そういうクライアントのインストールだったりとか、そういうのが参加のハードル高くしてるのかなというふうに思いまして、で、やっぱりブラウザって使ってもらえますよね。やっぱり専用クライアントじゃなくて、ブラウザだから人が集められるみたいなところがあると思ったんで、まあ、それ、まあ、ブラウザだったらもうツイッターでちょっとお前ら一緒に世界救おうぜって言ったら、なんかスパムっぽいんですけど、そしたら資源が集められるみたいなことができるのかなっていうふうに思いました。なので、そのボーインクのクライアントの数をブラウザの数で凌駕しようかなっていうのが、まあ、僕の発想でした。で、こんな貧弱なフレームワークで世界が救えるのって、はい。で、まあ、ミートプロジェクトとしては本当にもう小さな一歩だったんですけど、これが人類にとって大きな一歩になるかもしれません。 で、まあ、でもこのままでは全然まだ無理で、まあ、半年で救えるほど世界はうまくないんで、その今後の展開としては、フレームワークをもっと進化させていきたいなというふうに思いました。で、まあ、その簡単なタスクの記述の仕方とかっていうのを今考えてて、まあ、関数を登録するとクライアントで処理ができますさーって言われて、まあ、フレームワークが出されたって実際処理はかけません。僕もそのランダムフォレストあれでかけって言って結構厳しかったです。やっぱり JavaScript ってそのクライアントがブラウザなんで、そこで機械学習とか数値計算しようって人はあんまりいないんで、ライブラリとかもない状態 でさらにそのフレームワークを使ったその制限のある中での記述をするのって工夫がいるんで、そこら辺をうまくまとめたそのライバリが必要かなっていうふうに思っています。例えばHadoop のマハウトみたいな感じで、まあ、マップレデュースそのまま書くんじゃなくて、まあ、ライバリ使って実行できたらいいよねっていうのを思っています。で、あとはブラウザの進化っていうのもありまして、まあ、リバートレイルみたいな並列、マルチコア対応とかネイティブクライアントみたいなバイナリーを実行するとか、あと、まあ、プロトコルの改善とか、まあ、言語で DART とかいうのがあったりとか、そういうのでもっと進化していくんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、まあ、未踏期間として終わったんですけど、俺たちの未踏はまだまだこれからだということです。はい、最後に謝辞です。麻酔 PM の及び未踏事務局様、クリエイターの皆様、他にも会社の人にはたくさんお世話になりました。本当にありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。